夢ラジオ第5245回、今日は令和5年7月3日月曜日です。時刻は午後6時、横浜港北月曜の夕方が始まる頃。ただしまだ西の空は明るいですね。今日は夏のような日、吹いてくる風は爽やかでしたね。私も午後は緑道を走りに行きました。さて、夢ラジオ、今回はプリゴジンはプーチンに利用された、こんなタイトルでお話ししましょう。プリゴジンさんはロシアでサンクトペテルブルクですか、そこに目撃されてますね。その後ベラルーシに行ったと思われます。そしてベラルーシではその安全が保障され、ルカシェンコさんも歓迎してくれるだろう、そんなお話は前夢ラジオでしましたね。どっちみちプリゴジンには今ロシアで居場所はないでしょう。で、西側に行くことも多分できない。西側はプリゴジンを受け入れないでしょうから、行くとこはベラルーシしかない。で、ベラルーシといったところでもうほとんどロシアみたいなもので、まあここで穏やかに過ごす、こういうことしかプリゴジンには残されていないでしょう。ワグネルなしにはロシア軍は今立ち行かない。そしてそのワグネルが今月をもってロシア国防軍に編入される、これはほぼ確実なようですね。それに伴い今までワグネルを指揮してきたプリゴジンさんが邪魔になってきた。けれど今までこのワグネルを率いたプリゴジンがプーチンとの蜜月、そして今のロシアに果たした功績も大きい。そりゃプーチンも無限に扱うことはできないでしょう。で、ベラルーシへどうぞと。かなりな生活は保障されると思われます。ただし、ワグネルはもうロシア国防軍。ですからワグネルという呼び名ももう2ヶ月も経たないうちに忘れ去られていくんじゃないでしょうか。思えばプリゴジンはケータリングで財を成し、でケータリングで財を成すって、まあ一言で言ってもその味、そして配膳方法、その優雅さ、こういったものが全部評価されないとのし上がっていけないわけですね。でクレムリンにも配膳していたっていうんだから、その食という点においてプーチン大統領に評価された。で当然ケータリングだけにとどまらず、今回のようなワグネルとか、これは軍事組織ですね、あるいは不動産とか、まあ多角的な経営をやっていました。特にアフリカでこのワグネル、あるいはワグネルじゃなくてもワグネルも展開してるんですが、軍事組織としてこのプリゴジンがやってたコンコルドっていうコングロマリットですね、複合企業、これがアフリカで得ていた利益は莫大で、プーチンとしてはプリゴジンが大きくなりすぎた、こういう感じじゃないでしょうか。プーチンとしてはプリゴジンが大きくなりすぎた。ちょうどプーチンが大統領に就いた頃に、それまで大きくなりすぎていたオリガルヒですね、あれをことごとく潰していったのと同じような方法で、このプリゴジンも今回これ以上大きくなってもらっては困る。けれどかつての盟友でもあり、
何度も言いますが、心通じた中、そして今回の反乱にしたところで、途中まではワグネル、そしてプリコジンはプーチンの指令によって動いていたんじゃないのか、そういう節も見られますよね。が、プーチンとしては適当なところで切った。プリコジンはこれ以上ロシアにいてもらっては困る。そういうことですね。しかもその辺の事情はプリコジンも百も承知で、これまでいろんな軍事組織も、そしてケータリングも、あるいは不動産も、そして資源の取引も、こういったことができたのはロシア政府のお墨付きがあったからなんですよ。当たり前ですけど。ですからその政府に見捨てられたら、このコンコルドというコングロマリットも、もうすぐに崩壊するわけですね。で、今回がそれだった。プリコジンは今ほぼ全てをなくし、そしてプーチンの言うことを聞いて今回行動したのが、結局は利用されて捨てられたんだなということを味わってると思われます。ワグネルはもう存在しない、消えていくでしょう。で、ロシア国防軍に編入される。そしてロシア国防軍の特攻隊みたいな役割を果たす、そんな部隊になっていくと思われます。またワグネルの隊員には、このロシア国防軍に編入される以外にも、まあ実家に帰るとか何か別な仕事をするとか、そういう選択肢もあるはありそうですね、今のところ。ですから強制的にロシア国防軍に編入というわけでもなさそうです。反乱の時にプリコジンが言っていたのは、解散させられると言っていたのはこのことだったようですね。プリコジンにしてみれば、プーチンに引き立てられたから今があり、そして一瞬の栄養映画もプーチンのおかげだった。そしてプーチンにこれ以上大きくなってもらっては困るというふうに言われて、その舞台から退場していく。こういうことですね。ああいう独裁的な国では政治は実に残酷で、実に非情。プリコジンは心血注いで作ったコングロマリット、そこにはワグネルも含まれる。これをそっくり取られちゃったわけですね。ですから莫大な利益が上がってた石油の取引とか貴金属の取引といったようなものも、これからロシア政府に入ってくるものと思われます。もうプリコジンがこれから何か舞台に躍り出るということはないでしょう。ベラルーシで静かに暮らしていくんじゃないでしょうか。何度も言いますが、それくらいの生活はきっちり保障する。プーチンはそこまで考えているでしょう。かつて自分に縁もなかったオリガルヒをロシア国外に追放し、その中の何人かは失意のうちに亡くなった。こういうことはプリコジンにはさせない。夢ラジオ、今回はプリコジンはプーチンに利用された、月曜日です。